日本の伝統衣装である着物。平安時代に庶民の間で着られていた小袖が、平安時代末期頃から上流階級にまで広がり、その後も日本独自の発展を遂げていき、現在に至ります。さて、着物業界の最大手である着物大和は、2015年からメンズ着物専門店 Y&Sons を展開しており、今年にはノルウェーの有名デザイナーティーマ・イケルさんとタッグを組み、伝統的な着物のシルエットに北欧的なミニマリズムを融合させた画像のようなモダン着物を発表しています。翻訳元では、その他にも Y&Sons が販売している、一般的なデザインの男性用着物も紹介されているのですが、記事は10万回以上シェアされるなど、海外ネットで大きな反響を呼んでいます。コメント欄には、着物が一般的なファッションになることを熱望する声など、とてもポジティブな意見が殺到しています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。
Thank you.